特急スペーシアが通っております。最初私はそのスペーシアを見た時、あ、この電車いい電車だなと、一度乗ってみたいなってこう思いまして、妻と二人で、スペーシアを乗って東京に行って遊んできました。私はそういう見方をしました。しかし候補者安倍和夫はですね、そういう見方はしませんでした。このスペーシアが新鹿沼に止まったら鹿沼市民のためにどれほど役に立つだろうなと、そう判断した。そしてスペーシアが新鹿沼に止まれば鹿沼市発展のために大きな貢献をしてくれるんじゃないかと、そういうふうに捉え判断したわけです。そうしますと次の瞬間に決断をしたわけですね。よし、このスペーシアを新鹿沼に止めてやると。そして次の瞬間には行動しました。東武本社に乗り込みまして、スペーシアをぜひ鹿沼に止め、新鹿沼に止めてくれと、こういうふうに行使をした、そのように聞いております。しかしスペーシアを新鹿沼に止めるのはそう簡単な話じゃないそうでございます。ダイヤを組み替えるだけでも数億の金がかかる、大変な散財をすることになります、東武としては。ですから安倍当時市長でございましたけれども、安倍市長が行って頼むよって言ってもそうは簡単に返事はできない。しかし最終的にはですね、安倍活動の熱意に多分こだされたんだと思いますけれども、現在私たちは当たり前のように特急スペーシアに乗っておりますけれども、そういう行動をして止めたという、これこそが私は政治家じゃないかと思います。判断力、決断力、行動力、実行力、これを持った人は安倍和夫以外にいないんじゃないかと私はそう思うんですね。ぜひ皆さん、あの安倍和夫にですね、鹿沼市を任せていただきたい。安倍和夫がこの度立候補したのはおそらくあの二人に任せたんじゃ鹿沼は疲弊してしまうと、私に俺がやると、そういう心意気、政治家としての感性、そういうものがあったんじゃないかと思います。仮にですよ、相手の候補が30代40代の方でしたら、そして新進気鋭の夢の持った政治家であったら、安倍和夫は立候補しなかったと思います。しかし今回安倍和夫が相手手を挙げたのは2人に任せられないと、こういうことなんではないかって私はそう判断しております。皆さんいかがでしょうか。おそらく間違いないと思います。どうぞ皆さん、安倍和夫にですね、残された時間はありません。あと1週間ですね、一人でも多くの支援の輪を広げていただきまして、安倍和夫を市長にしていただきたい。よろしくお願いいたします。